青森県八戸市の市役所で現金4000万円が入った手提げ袋が見つかりました。4000万円は黒い手提げ袋に入ってこの場所に置いてありました。八戸市によりますと、昨日午後1時15分ごろ市役所の多目的トイレの中に黒い手提げ袋が置いてあるのを清掃作業員が見つけました。中には包装紙に包まれた現金4000万円と八戸市長宛ての手紙が入っていました。 手紙には青森県、岩手県、宮城県、福島県にそれぞれ1000万円ずつを被災された方々のために役立ててほしいと書かれていました。いやすごい方がいるもんですね。いや皆さん助かるでしょう。<laughs> 八戸市では周辺の市町村や県と連絡を取りながら手紙の内容に沿った対応をしたいとしています。